フィラー・ジェームズ・コリンズは、アメリカ合衆国テキサス州ラボック郡、ラボック出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB カンザスシティロイヤルズ参加所属。2011年の MLB ドラフト6巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、7月18日に契約した。ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースで1試合に出場後、A-9 コネチカット・タイガースへ昇格。 42試合に出場して打率、313.8本塁打、31打点、6盗塁の成績を残した。オフの11月1日に、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、シュドニーブルーソックスに所属することになった。43試合に出場し、3本塁打22打点5盗塁、打率、298だった。12月21日に行われた。 ビエルオールスターゲームにも選出され、6番指名打者で先発出場し、5打数に安打3打点1本塁打と活躍、MVP を受賞した。2012年は A 級レイクランドフライングタイガースでプレーし、126試合に出場して打率、290.7本塁打、66打点、20盗塁の成績を残した。2013年は、 AQ、エリーシー・ウルブズでプレーし、129試合に出場して打率。240.21本類が79打減、4盗塁の成績を残した。2014年3月29日にタイガースとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。3月31日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。 同点の9回裏からダイソーとして出場し、サヨナラのランナーとなった。この年メジャーでは18試合に出場して打率。250.1本塁打4打点、盗塁なしという成績を残した。メジャー1年目から外野の全ポジションを守った。2015年は出番を大幅に増やし、外野のサブプレイヤーとして60試合に出場。打率。 266.4本塁が25打点2盗塁という成績を記録した。守備は左翼手を37試合で右翼手を7試合で守り、それぞれ3失策と1失策、DRS から3と引く2という内容でディフェンスに関してはかんばしくなかった。また、11試合で指名打者としてもプレーした。2016年は56試合に出場し、打率。 235.4本類が15打点1盗塁を記録、前年ほどの成績にはならなかった。ディフェンス面では中堅種の29試合が最多で1失策、守備率 984DRS4 と良くない内容だった。左翼手は13試合、右翼手は8試合で守り、それぞれ DRS から1と1を記録、いずれでも無失策だった。 2017年5月28日にディーフとなり6月4日に40人枠を外れる形でトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ配属された9月11日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年メジャーでは49試合に出場して打率193.5本類が14打点の成績を残した オフの11月2日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級トレードへ配属された後、7日に FA となった。2018年1月17日に、ロイヤルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。